はい。このゲーム、ご存知の方、いらっしゃいますでしょうか？スタックランズ。カードを重ねて、サバイバルをするゲームです。マジで端的に言うと、マジで本当にそう。で、村作りをするんだよね。人とか、資源。まあ、木とか、石とか。まあ、なんなら食料のこう、リンゴとかあるんだけど、いちごは、ベリーか。ベリーがあるんだけど、そういったのもすべてカードで表現されてる。というものになります。これマジで面白い。僕はめっちゃハマりましたね。めっちゃ好き。めっちゃ好きです。じゃあ、やっていきましょうか。せっかくなんで、ニューゲームで見せていきましょう。これ、僕やったことないけど、短いでやってみるか。あのね、これね、月齢っていうのが、なんだろう、ターンの周期の長さ。で、一旦が短い方がいいですか？長い方がいいですか？まあ、普通がいいですか？っていうのを聞かれてるんだよね。で、短いと、一旦が終わるのは早いんだけど、一旦終わるときに何が起きるかっていうと、食料が消費されるんだよね。一旦終わる、まあ、月齢が終わるタイミングで、生きている村人とか、村人に対して、食料が与えられて消費される。で、食料が足りなかった村人に関しては、もうその時点で死亡する。っていうのがこのゲームなんですよ。なので、短いが難しい。普通がまあ普通、長いだと優しいみたいな、左からハード、ノーマル、イージーみたいなイメージですね。なんでちょっと今回ハードでやってみようかな。一回もやったことないけど、もしかしたらこれだったらめちゃめちゃ難しいかもしれない。僕がむしろ生きられないかもしれないけど、まあ、平和モードは敵が出現しないらしい。何ターンかに一回ね、まあ何月齢かに一回敵が襲ってくるんだよね。村を、僕の村を襲ってくるんだけど、まあそれをオフにできるって感じなのかな、多分。だからずっとテトリスできるわけだね。テトリス。まあ、ソリティアに近いんだけど、イメージ的にはこのゲームはね。ということで、ゲームを始めていきましょう。まずは、紹介をさせていただきたいと思います。画面真ん中にあるのがカードです。これカードパックだね。カードパックを開封することで、カードが、この中には5枚入ってる。左上の数字が、カードパックの中に入っているカードの枚数を示してるんだけど、これをクリックすると、1枚ずつ展開されていく。カードパックから1枚ずつこう取り出して、新しいカードパック買ってね、何が出るかなって思いながら、1枚ずつ見ていく過程になります。で、そこで出たカードを使って自分は生きていこうね、みたいな話ですね。例えば今だと、ここで、まあ、5個を取っちゃいますか、せっかくなんで。5個出ましたね。村人、コイン、材木、岩、ベリーの木。ちょうどこれ、説明しやすいかもな。村人、これが、月齢が終わるタイミングで、食べ物を消費します。で、ただ食べ物を消費するだけだと、こいつ存在する意味あるってなるんだけど、こいつが働けるんだよね。作業ができるんだよね、村人は。例えば、このベリーの木に、こうカードを重ねることで、今ちょっとプログレスバー出て、今時間止めてるから動きはしないんだけど、作業することはできないんだけど、ベリーの木の上に村人を重ねて時間を進めると、食料を取ります。ベリーの木から。実際にやってみる？せっかくだし。こんな感じで、プログレスバーがブーンって伸びてって、食料が出てきます。ベリーが、ポロンと止めるね。こんな感じで。で、このベリーがターンの終わりに食べられる。で、一旦に、村人が食べる食料値は、合計2です。村人はね、ちょっと別の役職とかもあって、それによってこう消費量が変わるんだけど、一旦村人の状態だと、2いります。で、このベリーのカードの右下になんかパンみたいなマークがあるじゃん。これが食料値、まあ、満腹度みたいなやつですね。ベリーは1。なので、村人を、が一旦に消費する満腹度は2なんですよ。食料値は2なので、ベリー2つあれば、1月、まあ、1月で生きられるよっていうことですね。で、次、ちょっと気になるかもしれないけど、右のコインですね。このコイン何かっていうと、この盤上では何もできないんだけど、このね、盤の上に、こんな感じで、カードパックがあるんだよね。ストアが。ここに、例えば今1コインしかないからダメなんだけど、3コイン集まった状態で、この謙虚の始まりのとこにこう、ドラッグ&ドロップすると、今数字減ったけど、こんな感じで、お金を入れることができて、カードパックを買えます。そのカードパックを買うことで、今左下にね、
まあ、そうはしてると出てくるんだけど、どんなカードが入ってるよっていうのが出てくるんだけど、このカードパックからはこんなカードが出てきます。木、岩、ベリーの木、土壌、ウサギ、サヒモクリ、シネズミ、アイデア、鍵っていうのが出てきますよっていうやつですね。まあ、これを使って、お金を使って、カードを新たに入手して、そのカードからお金を作って、またカードを買って、みたいなの、カードパックを買っての繰り返しです。それを使ってどんどん村を発展させていこうねっていうのが、このスタックランズの趣旨になります。で、その発展に欠かせないのが材料なんだよね。家を作ったり、施設を作ったりするのに、こういう材木とかいうものを使います。で、そのカードがこの色。この色のカードが基本的に材料です。道具とかもこの色かな、確か。になってますね。で、この材料どうやって手に入れるねんというところなんですけど、さっきのカードパックから出る時もある。材木とか石とか書いてあるよね。これは材料なんだけど、カードパックから直接出ることもあるし、リソースが出ることもあるんだよね。それがこの岩です。この岩を、岩の上に村人を乗せることで作業させられます。材木の上もできるんだけど、ちょっとこれはまた別の話。例えば岩を、岩の上で村人が作業をすると、ドン。こんな感じで火打ち石が出てきました。ちょっとこれレアなんだけど、もう一回作業させようか。基本的に出てくるのは石です。こういう。石が出てきます。で、この石とか材木を組み合わせて、新たな施設を作ろうねっていう感じですね。で、火打ち石、まあ、ちょっと序盤使わ、今は使わなくてもいいような気がするけど、で、これで一通りカードの説明は終わったかな。多分、食料を、リソース、材料を、まあ、リソースと材料は意味合いは一緒だけど、まあ、クラフト材料みたいなイメージですね。このゲームクラフトができるんですよ。さっきの材木のとこに村人を置くと、材木を枝にすることができる。棒か。棒にすることができるとか、加工することができるんだよね。で、施設を作るときにもこういう加工技術を使うんですけど、まあまあまあ、それをまた溜まったらお見せしていこうかなと思います。とりあえず食料値僕右上に置いておくのが好きなんで右上に設置しとこう。で、このゲームは不要な資源が出てきたりもするんだけど、不要な資源は売ることができます。例えば今、火打ち石いらないな。ってなったら、火打ち石をこの売却のとこに持っていくと、こんな感じでコインに変わります。で、出てきたコインで、カードパックを買って、また、トントントンと開けて、みたいな。で、また、木はこれは資源になっているので、この資源を、採取して、また新たなリソースを手に入れて、みたいな感じだね。はい、棒が出てきたね。で、今ちょうどできたんだけど、石1個と材木3つで、なんだ、製材所？伐採所か。ができます。本来、木だと、一つの、なんだ、流言なんだよね。取れるアイテムの量が。今、月齢が終わったので、食料を食べました。2ベリー消費です、これで。ちょっと、1個進めましょうか。はい。で、今、材木1つと石3つ。じゃないわ。材木3つと石1つ。で、伐採場ができました。この伐採場、まあ、あれなんで、マウスオーバーしてると、左に全部説明が出てるんですけど、それぞれ。材木を無制限に入手できる。というメリットがあります。通常の後、金魚の始まりパックとか買って、木のカードが出たら、そこからこう、村人に作業させて、木材を取ることができるんだけど、この伐採場に関しては、これを作ってさえ置けば、こっから無限にアイテムが手に入るよっていう仕様になっています。まあ、なんで、ファームができるわけですね、これで無限に。なんで、これでお金に困ることがなくなりました、端的に言うと。なぜなら、無限に採取ができるから。通常だと、その、リソースを手に入れるアイテムが手に入んないと、お金が手に入んないんで、ちょっとしんどくなるんだけど、まあ、今回は余裕ですよ、ということだね。で、そうだね。一旦食料がないですね。で、右上の画面の見方なんだけど、ここの月齢にって書いてあるところが今のターン数、今2ターン目です、っていうことです。で、このゲーム、一時停止とかができて、ちょっとなんか作業させとこうかな、どうしようかな。この右上のとこ押すと、まあ、他にもいろいろ操作はあるんだけど、これ1倍速、2倍速、時間停止みたいな感じで、この3パターンで3ステータスを切り替えて、時を進めたり止めたりができます。もちろん戻すことはできませんと。で、この月齢が進むにつれて、このゲージがね、増えていくんだけど、これがいっぱいになると、月齢が終わって、食料値の消費が始まるというシステムになってます。で、月齢の左側のメニューに見ていきましょうか。今ちょうど赤色に、赤黒で点滅してる2分の1って書いてあるやつがあると思うんだけど、これが食料値ですね。月齢が終わるタイミングで、消費される食料値の量を表しています。これ今村人1人だから、2必要で、そのうち今ベリーが1個あるから、2分の1になってます。
これが2分の2になると、誰も死者を出すことなくこのターンを生き延びれるよというのに指標になっている状態ですね。で、村人これ増やすことができるんですよ。なんで村人今1人だから2なんですけど、これが2人になったらもちろん母数は4になるので4分の1になるわけですね。なんで毎月4の食料値を持つこうアイテムを何らか揃えておかないといけないと。まあ合計4であればいいんですけど、ベリー4つとかでいいんだけど、取っとかないといけないよという話になります。でもう繰り返しますが、4なければ、1人死んじゃうよという感じですね。で真ん中がこれがね C って書いてあるんだけど、コインだね、コインの C だねになってます。今はちょっとお金使い切っちゃって手持ちに何もないんで0コインですねになってます。で一番右がこれカード所持上限ですね。てかあれか、左下に出てるね、食べ物コインカード数上限出てましたね。僕知らなかった。これは今6枚持っている。ベリーの木2つ、村人棒伐採場で合わせて6つかな。6枚カードが出てるんだけど、この場には20枚しかカードを出せませんよというルールになってます。ただこのカード所持上限は特定の施設を作ることで、増やすことができます。40とかね、まあそんなガツンと一気に増えることはないんだけど、まあちょびちょびと増やすことができるので、まあそんなに気にしなくてもいいかな。食料値とかはまあ例えば毎月2消費するんだけど10持ってますっていう状態の時は2だけ消費して残りは8になるんだけど、1月終わると。でコインも別に所持上限は基本的になくて、どんなに持ってても何も起こられないんだけど、カード数上限だけはこれをより多いとちょっと怒られはしないけど、どうにかしてねって言われます。ターンが終わったタイミングで残り20枚、今だと残り20枚になるまで物を売るかどうにかしてって言われる。まあ基本売るしかないね。まあそういうことで処分して毎月の終わりにはこの20枚になるなってなきゃいけないよって感じですね。まあ別にそのターンが終わったタイミングでこれこのカード多いから枚数多いからどうにかしてくれって言われるだけなんで、言われたタイミングでまあその中で一番いらないカードを基本的に売って、まあなんとかその月はまあどうにかやりくりするみたいな感じになるんだけど、まあまあそういった注意点が一応あったりします。